上級生でやってます。お願いします。ちょっと待って、お前なんかさ、ほっぺたプリッとしすぎじゃない？なんか何言ってんねん、おかしい。え、何これ、なんかフグさばいた時に卵巣がプリッと出てくる感じと一緒だよ、これ。おかしい、何言ってんだよ、おかしい。フグの卵巣と一緒だよ、これ、ほっぺた。すげえ、フグの卵巣と一緒なんですこれ。フグの卵巣と同じほっぺたして、すげえ。ちげえ、ちげえ、ちげえ、先に声をいじれよ、俺の声変って言われんで、何がフグの卵巣。また適当なことやりやがって、こいつはろくでもねえな、ほんとに。もし俺がゾンビになっちゃってお前に襲いかかったらどうする？もし俺がゾンビになっちゃってお前に襲いかかったらどうする？なんでそんな怖みしかない話の入り方してくんだよ、それ。いや、どうする、だから俺がゾンビウイルスに感染した。知らねえ。じゃあ俺はもう食うしかないわ、名前のこと、はいはいはい、ゾンビだもんだって。やだよ、でも食うしかない、はいはい、お前の卵巣から食っていく。ここ卵巣じゃねえんだよ、別に。なめんな、うまくねえんだよ。どうする、どうする。知らねえ、襲ってくんでしょ、なんか。そうそうそう。あ、いいよ、じゃあ、はい、全速力で逃げます。はい、それで OK、はい、いや、逃げれないよ、食われるよ。なんで？いや、だって俺がゾンビになってる場所は部屋だ、8畳ぐらいので、そのドアの入り口の前で俺がゾンビになってるから、だからお前食われる。何室内でゾンビになってんだよ、めんどくせえな。屋外でなるよ、なるなら。いや、食われるよ、お前。知らねえ。うわー、いいんで、食われた時の叫び声は俺が決めるから。なんでお前がうわーってなっちゃう。どうする、どうする、だからどうする。知らねえ。じゃあいいよ、お前なんか入り口のとこ塞いでんだろ。じゃあ俺わざと恥をってさ、ええーとか演技してさ、お前がバーって来た瞬間にバーカーめって逃げる。それでいい、食われるよ。あ、食われるでしょ。なんで。いや、俺はもしかしたらこいつがフェイントを入れるかもしれないと思いながら襲いかかっていくわけだから、お前のその即座のフェイントにも俺はこう対応できて、そこで食うことができる。なんかお前ゾンビの癖して頭良くねえか。もっとゾンビってよだれ垂らして、ええええとかやってんじゃねえの俺。いや、だってその時にはまだ俺字があるから。じゃあ食うなよ俺のこと。なんで食うんだよ相方のことを。かし、もし腹減って食いたくなっても外出てちげえ人食えよ。自我とゾンビが戦ってんだよな。あ、自我とゾンビが戦ってる。あ、じゃあいいよ、お前の自我に訴えかけっからよ。あ、いいじゃん、あ、それでいい。ここ、あ、おい、俺ね、相方の一緒に漫才しただろ。なあ、受けた時は一緒にレモンサワーとか飲んでよ。うめえな、なんか自我弱えな、お前。おい、普段からちゃんと自分持ってねえと、そういう時にすぐゾンビになっちまうんだよ。気をつけろ。お前の呼びかけが届いてないな。なんでなんだ、大声で言ってんのに。まず耳がドロドロに腐っていって穴が塞がっちゃって、どっからゾンビになってんだよ。耳からゾンビになりやがって、めんどくせえな。いや、どうする、どうする。知らず、じゃあもういいよ、ぶち殺すから、おめえのこと。いいね、それでいいじゃん。それなんか部屋にチェーンソー置いてるから。なんで言わないの、それ。うん、だからそれどうする、チェーンソーどうする。そんなもん、うわぁ、うわぁ、エンジンかけていいね。うわぁ、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 真っ二つ。そしたらもうこう、ああ、ありがとう。どう、どうって聞かれたら悲しいに決まってんだろうが。なんでお前よりによって最後の最後にありがとう、違うが出てきてんだよ。バカなままだったら悲しみつかなかったのによ。お前は俺を殺すことができない。ああ、もうできない。いや、その好きにお前に噛みついてゾンビウイルスに感染する。ああ、で、室内で2人で。そう、ゾンビになっちゃう、2人で。それで。そう。ちょっと待て、つまんねえな、ゾンビになった俺たち。